札幌ライラック祭り会場のライラック。右奥は札幌テレビ等。札幌ライラック祭りとは、毎年5月中旬に、北海道札幌市中央区の大通公園、白石区川島公園で開催される各種イベントの総称である。主催は、札幌市観光文化局観光部観光企画課、札幌ライラック祭り実行委員会などが務める。 ライラック祭りは1959年に第1回が行われた。第2公演4丁目で行われたこの最初の祭りではトラックでパレードが行われた。1889年に学校法人北西学園の創始者サラクララスミスがアメリカ合衆国から持ち込んだものが札幌市におけるライラックの始まりであり、その後札幌市内に広まったライラックは 1> 第1回が行われた翌年の1960年に市民投票が行われ札幌市の木に選定された。歌人の吉井勇が1955年札幌市を訪れ札幌のライラックについて読んだ歌が刻まれた札幌の木ライラック石踏みが大通公園に立っている。この記念歌碑は1981年5月29日に除幕式が行われた。この歌は 吉井勇の五種ある作品、北遊商品のうちの一つで、北海道銀行の協力を経て混流されたものである。花姫名の記号は当時札幌市長を務めていた板垣武氏、デザインは美術家の大谷博士定が担当している。主なイベントとして、有限会社インターリングジャパンのワインガーデン、運営事務局が企画、運営を行う、ライラックフェスティバルワインガーデンが行われる。 これは北海道内のワイン製造会社が集まって出展し、訪れた人々が北海道産のワインを有料で楽しむことができるものである。大通公園7丁目の噴水の広場では、ソムリエールがワインの魅力やワインに合うチーズをはじめとした食品を紹介するワインセミナーを開催している。参加するワイン製造会社には、 鶴沼ワイナリーや、余一ワイン、日本聖酒、富良野市武道家術研究所などが主である。その他、同志の木であるライラックの苗木配布、吹奏楽の野外コンサート、ライラック社生会等のイベントが開催される。加えて、共産行事として、記念茶会や、ランニングお札幌などがある。ありがとうございます。